ホワイトソックス現地時間5月21日、ロジャースセンタートロントブルージェイズがアメリカンリーグ最低勝率のホワイトソックスに完封負け。菊池武志誠、投手32は6回3失点の投球で敗戦投手となった。初回、西1・2塁のピンチを無失点で切り抜けた菊池だったが、2回表、西2塁から9番、ロペスの敵地打で先制点を献上。3回表こそ三者凡退で終えたものの、4回表にも2人の走者を出し、5回表には西に3塁から5番、ジュルクスに敵地打を浴びて2失点。続く6回表を三者凡退で終え、6回3、失点の内容でマウンドを降りた。ブルージェイズは6回表、西1・2塁とこの試合唯一のチャンスを作るも、ウラジーミル・ゲレロ・ジュニアが右肘に倒れ無得点。そこから3イニング続けて三者凡退に終わり、2安打完封負け。借金が5つに増え、ア・リーグ東地区の最下位に沈んでいる。この試合の菊池は6回101球を投げて5安打、3四球、6奪三振、3失点、自責にという内容。今季10戦目を終え、成績は2勝4敗、防御率 2.64 となっている。